DITLE ソフィ、ショル、勇敢な行動は永遠に響き渡る。勇気とは、突きつけられる脅威にもごごめせず、心の内に宿る理念を高らかに唱えることです。ソフィ、ショルはその典型を体現し、彼女の淡路を超えて私たちに語りつけます。彼女は暗黒に覆われた時代においても一筋の光となり得ることを示しました。その戦いは単なる反逆ではなく、真実と正義への深いコミットメントでした。ソフィ、ショルの勇敢さは恐怖の中でも正しいことを行う力を私たちに思い出させます。彼女の言葉、誰かがついには行動を起こすべきであるという呼びかけは、今日もなお行動を促す鐘として鳴り響いています。立ち上がることの重要性、自由と尊厳のために声を上げることの価値を、彼女は自身の命をかけて私たちに示しました。この動画を通じ、我々はソフィ、ショルが残した勇気と犠牲の精神を称え、それを今日の世界においても新しい形で実現するためのインスピレーションとしましょう。その行動はささやくかもしれませんが、その響きは歴史の体内に永遠に刻まれるのです。私たち各々が取る一つ一つの勇敢なステップが、美しい未来を築く種の元石となるのです。我々は語られるべき真実を守るために声を上げる勇気を内に秘めています。その一歩を踏み出すことが、ソフィ、ショルの意志を継ぎ、彼女の静かながらも力強いエコーを私たちの時代に鳴り響かせるのです。それゆえに私たちは未来へと続く道を恐れずに進む必要があります。ソフィ、ショルが私たちに残したのはただの歴史上の物語ではありません。それは行動を起こす勇気の証であり、永遠に刻まれるべき勇敢な行動のモデルなのです。